どうも、お疲れ。ラオちゃんもこんにちは。お疲れ様でした。りょうさんもこんばんは。なんか髪の毛が伸びすぎて、最近髪の毛が変。おかしいです。ナンシーさんもこんばんは。なんかめんどくさくはないんだけど、できないことがあったので、それをどうする？10枚特典はサービスという形なので、それをくっつけられないから、純粋に勝利ちゃんの落書き写メするか、ツーショットが欲しいんだったら、もう2枚買って落書き写メでツーショットにするか、その買ってある2枚で、写メになるかみたいな感じです。ハルさん、こんにちは。おめめね、え、もう眠い。もう今すぐ寝たい。もう2時だ、2時。1時間前と危な。ティーユー、こんばんちゃーい。もうね、このコンタクト、あれです。1ヶ月を3ヶ月ぐらい使ってるから余計に目がしょぼしょぼ そうそう、全部バラしてく 目がしょぼ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 してます。そんな感じで、そう、さっきドリアンドリンク飲んだんですけど、私多分ドリアン平気の人だと思って、本物を拝めたい おじさんスタイル、これ。半分の靴下のゲー。さっき代わりの返信、何？今教えてほしいな。ね、やばい。ほっとれ。配信してもいいですよ。本当？うん。全然。ああ。そう、コンタクト変えた方がいいんだよ。変えないと。いいコンタクトに出会いたいんですが、出会えていない。大事。リアルドリアンは癖になると止められなくなるみたい。多分ね、私ね、臭いものとか、癖のあるものが割と好きなので、チャイティーとかもね、まずから始まって、今ハマって大好きだし、結構ね、そういうなんか、無理って思った食べ物を最初に好きになるので、あとあと好きになるか、多分ドリアンいけると思う。どういうこと？10枚特典で私で？私とフミさんになったってこと？なるほど。それさ、あれだっけ？含まれてるっけ？ふみさんの別で他でも買ってる？しおりちゃん、さっきもさ、あれ見れますか？購入、LINE の来てたトムのやつ 見てもいいですか？あっちの方に送ったやつです。あゆちゃんが送ってくれそうたやつです。か。なんかふみさんに10枚特典にするみたいなのあるけど、ふみさんは別でなんか買ってますか？梅干しのやつ。あ、でも個人動画撮ってるから、あ、ふみさんの個人動画撮ってる。ああ、じゃあがあるから、ふみを10枚特典にしたらいけるんじゃもうない？ OK か。 OK です。ありがとうございます。 OK。 で、得点機2枚でしおりさんのボイス知って、何の話？さっきの私の10枚特典と2枚っていうのをなしになって、それでいいのなしおりちゃら、んのボイス。なんか申し訳ないね、すごい。ごめんね。ジモティ、こんにちは。ジモティ久しぶりに来れた。もうね、いつもと顔がやばい。ありがとうございます。コンタクトね、
こだわりがあるので出会えてない。眉毛今日濃いな、こう見るとつるっぱけ。たかやんだ、こんばんざい、お久しぶりじゃないか。この前なんだっけ、館内ホール、あそこが近いんだね、横浜のなんだベイスターズかな。どこにあるんだろう球場、そんな大きいなの見えんかったけど。ミッチーです。あ、ミッチーってあれか、あの焼き、この間ご飯食べた時にいたミッチー。どんなミッチー、あれミッチー、あ、そう、そのミッチー、あのモリモリさん隣にいた、 すげー酒飲んでるミッチー、あの人かハマスタっていうの、ハマスタ。今日も競馬負けました。あれ最近なんか調子悪いね。ハマスタっていうの、な、何ハマスタ、何略称じゃないやつなんだ。館内ホールの近く、初めて行った館内ホール。あ、横浜スタジアムのことハマスタっていうの、ややこしいややこしい、なるほどね、わらわらわら懐かしい、あ、懐かしいじゃなくて久しぶりだ、懐かしいですやばい、もうね、何を喋ってるか。よっちさんがなんかアバター変わってる。福久さんもこんばんざーい、ハッピー、みんなハッピー。ヤバゲタン、動きた。ハムスターじゃないよ、ハムスターって変えましたね、なんか初めて変わ、しかも富士山じゃん、これ何これ、富士山リレーしたみたいな感じだね。富士山、なんかやお疲れ様、今日なんか一日だけだったのであんまりなんかこう遠征してきた感じあんまりしないけど楽しかったです。あんかけスパゲッティ美味しかったけどめっちゃ量多くてね、ずっとお腹が出てたからライブしたら気持ち悪くなりました。あの動く前には食べちゃダメで、あれなんかいっぱいあった豚なんだろう、豚卵とか、もやしとか、なんかカレーとかもあった、カレーをただかけるみたいな。え、でもね、私あれ好き、パスタで言うとパンチョ好き、パンチョ、昔ながらのパスタ、パンチョみたいな太麺でが好きだった、太麺が好きかも。競馬負けたけど推しチームは勝利、おお、今季現地観戦負けなしの、すごいじゃん、私も早くスポーツ観戦したい。やっぱね、こっそり西武が好きなので、西武というか埼玉好きなので、西武応援したい、ライオンズなって密かに思ってます。ま、眉毛が濃い眉毛がすごい変なことに気づいた、最近サボってるからな。数年前のアバターくじ、ああそうなの、アバターくじとかあるんだ、あんかけスパどの店、やっぱそうなんだ、食べたことあるの、あんかけスパ、ボンディという店、え、待って、ボンディかもしれない、どうのこれ、なんて書いてあるの、これ後でさ、それで写真撮って、これあ、ボンディ、うん、あ、これ分かりました、自分で撮れないことにさ気づいた確かにえ、これボンディだと思う、多分分かんない、名古屋の ボンディ、分かんない、そんな名前、4文字だった気がする、あ、な、え、中野、ん、東京にあるの、じゃ違うかも、高善だったよ、高善だったしかもカタカナ全然違った、4文字しか合ってなかった
6月交流戦でメットライフあるから行こう。メットライフってどこ、何県にある？一緒にいた時なんかね、配信、この配信は顔が濃く見えるというか、なんか変なとこが濃く見えるから微妙っすね。あ、名古屋、あ、他のお店もあるのか。そしたら、え、光薄い、いや、暗すぎますよね、やっぱ、ね、暗闇じゃん。ひつまぶし、いいな、名古屋飯。あ、動画来たかな、これ、なんだろう、ちょっと見て見て、音源か、音源、埼玉聞こえた？え？メットライフ、あ、メットライフがあれか、西武ドームか、行きた、いいな、再び行きたい。名古屋っぽいよ。どこですか？11名古屋って書いてあるの。わお、楽しみ。あと、もうちょっと、あともうちょっとしたら終わります。そして早急にお風呂に入る。で、後ろ通る時とかさ、言ってね。わかりました、隠すから。埼玉県の所沢、もう埼玉県の所沢大好き。なんでかって、コストコがあるからだよ、それだけ。その音楽好きですね。ペン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 、かわいい、かわいい音な、ね、もう寝ちゃいそうだわ。俺に元気を分けてくれ。ということで、焼肉を食べましたので、とても美味しかったでございます。やっぱり締めは杏仁豆腐ですね。え、家から車で 3分、めちゃめちゃいいじゃん。コストコの近くに住みたかったし、なんならコストコにバイト面接しに行ったことある。落ちました。悲しい。眉毛が元気だ、ほんと。会員じゃない、あ、そうなん、私行かないのに会員になるっていうのがね、ちょっとあたおかですよね、ほんと。1年に1回だったらあれだよね、なんかその場で解約しても1年に1回はもう入れないがみたいな、この時間この時間ではないが。そうだよね、割高になるよね。まあ、でもさ、変に買いになってって買うより意外とそっちの方が安かったりするかも。いや、でもね、あんまり行かないとめっちゃ買っちゃうだよな。コストコ、え、ほんとそう、コストコマジ一人は多すぎる。次のライブって13日でしたかね。13日ですよね。13日、13っすね。 NOW NOW。 フードコートマジ美味しい。あのフードコートの季節で変わるソフトクリームのアイスマジで美味しい。なんか生クリーム食べてるみたいで、マジで好き。孫悟空さん、こんにちは。すごいだね。何つうの、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 50、かすごいあれだね、色が茶色。トライアケボコストコを飲みに。あ、確かにトライアルも好き。なんかそういう大きなとこ好き。トライアルとかスポーツデポとかキオデーツとかカインズとかホームセンターはめっちゃ好き。あとドンキも好きですね。なんかウィンドウショッピングじゃないけど物がいっぱいあるところが好き。いや、確かにホットドッグもマジで。まあ、ピザは食べたことないけどホットドッグのピクルスはめっちゃ入れる。シャシャシャと気がないと食べないと食材ダメだし、すごい。あ、まあ確かにそれはある。ロスが出ちゃうのか、その場でちゃんと食べれるのかみたいな。まあ、パンは冷凍効くっていうけどね。じゃあ皆さん、そろそろ終わりたいと思います。新書の時はね、こういうことしたら。それでは名古屋遠征ありがとうございました。また来週、再来週名古屋でお会いしましょう。またね。今月はだからもう東京にいるのも割と少ないかも。ということで、ピクルスマヨね。先
来て。おやすみなさい。バイバイ。以上、バンザイジャパン山梨県伝道師滝島愛理でした。おやすみ。